はい、本日は、昨日最近行ってなかったスーパーに久しぶりに行って、前の家でよく食べていたパンを買ってきたので、それでいつも通りの朝ごはんを作ってみました。それでは本日も頑張っていきましょう。いただきます。はい、それでは本日もトレーニングの方へ出発します。今日は3、4時間の予定です。ということで本日も頑張っていきましょう。行ってきます。はい、ということで今本日のトレーニングを終えて家に帰宅しております。私事ですが、なんかかしこまって変ですけど、今日で26歳になりました。誕生日のメッセージをいただいた皆様、ありがとうございました。またこの先の1年も自転車を楽しみながら苦しんでいろんな経験ができるように頑張っていこうと思います。それではまた新しい1年もどうかよろしくお願いします。